おはようございいいまますす第2決議案についての中央委員会報告を行います党建設について党大会で独立した決議案として提案するのは今回が初めてのことであります。我が党にとって今が党建設でなんとしても後退から前進に転ずる歴史的時期であるとの 認識と決意に立ってのものもでしたが第二決議案は全体として歓迎され、党建設への新たな意欲が生まれています。報告は、全党討論を通じて、第二決議案がどう受け止められ、実践が始まっているか、決議案を力に、党建設で生まれている新しい前進の目に、 着目して行いたいと思います。はじめに、昨年9月の7中層決定が呼びかけた、第28回党大会成功を目指す、党勢拡大大運動の到達点について述べます。党大会に向けて、全党は、大会議案の全党討論とともに、第27回党大会現税の 回復突破を目標として大運動に取り組んできました党員拡大では大運動通算で2533人の新しい党員を迎えました党大会としてこの間入党された新しい党員の皆さんに心より祝福と歓迎のメッセージを送りたいと思います 新聞赤旗読者の拡大は、9月以降、4か月連続で前進し、大運動の通算で、日刊誌1865人、日曜版8464人、電子版317人、合わせて1万646人の増勢となりました。全大会減税を回復突破したのは、当院では、 福岡県と37地区、日刊市では沖縄県と10地区、日曜版では4地区となっています。全大会で倍化を目指すことを呼びかけた女性の広場は、大会後の3年間に5369人の前身となり、徳島県と8地区が倍化を達成しました。 こうした前進は、全党の皆さんの大奮闘によるものであります。中央委員会として、心から敬意を表したいと思います。党政の現状は、党員は27万人よ。新聞赤旗読者は、日刊誌日曜版、電子版を合わせて、約100万人となっています。 大運動の期日は1月末です。この党大会を跳躍台に、目標を総達成のために全力を尽くそうではありませんか、そして2月以降も、この前進の流れを絶対に中断させることなく、党創立100周年目指す党建設の目標に向けて、末広がりに党政拡大運動を発展させようではありませんか。 次に、決議案第1章、党建設をめぐる歴史的情勢、第2章、党建設の現状をどう見るかについて報告します。決議案第1章、第2章の討論を通じて、全党が一つになって危機を打開し、党建設で前進に転じようという、一体感、連帯感が生まれています。私たちの苦労と、 努力が決議案に盛り込まれているみんなで打開しようという決意を感じたという声がたくさん寄せられました全党を信頼し党組織の実態をつぶさに明らかにしましたがそれがしっかりと受け止められ情勢と党のリアルな現状に立脚し地に足のついた決意が広がっています決議案は 危機とともに大きな可能性があるという点に目を向けることを訴えました。全党討論では、危機は感じているが、可能性は本当にあるのか、との率直な思いも出されています。今、全党が党づくりで前進する客観的可能性と主体的な力について、深くつかむことが重要だと思います。 決議案第一章は、党建設の現状を歴史的視野で捉え、党政の交代が続いた大きな要因として、1980年の社交合意によって、日本共産党を除く壁が築かれたこと、1990年前後の旧ソ連東欧諸国の支配体制の崩壊によって、厳しい逆風を受けたことを述べた上で、 今日、国民の戦いによって、我が党を取り巻く客観的条件に大きな変化が生まれていることを強調しました。そして第二章では、日本共産党を除く壁の崩壊が、党と国民との関係に大きな変化をもたらしていることを、いくつかの角度から示しました。決議案発表後も、党と国民との関係の変化が、 劇的な形で示されています一つは、新しい友人との絆、信頼が一層深くなっていることであります。昨年11月、立憲民主党の議員の質問中に、安倍首相が自席から共産党と野じを飛ばしました。言語道断の野じですが、驚いたのは、党外の たくさんの方々が安倍首相による共産党攻撃を日本の民主主義への攻撃と捉えてこれに反撃したことであります。ハッシュタグをつけて共産党は私だ、共産党は仲間だと SNS で多くの方が発信しマスメディアからも注目されました。共闘で共に戦っているある衆議院議員が 天皇制反対の共産党と一緒に集会に出るのかというツイッターでの言いがかりに対し、共産党の2004年考慮をお読みください、不正確なレッテル貼りはお控えくださいと、公然と反論したことも話題となりました。これらは、市民と野党の共闘の中から生まれている信頼の深まりを示すものではないでしょうか。 二つ目に、若い世代に党へのマイナスイメージがなく、いわば白紙状態であることが明らかになっています。昨年11月の高知県知事選挙では、党県委員の松本健二さんが、オール野党の候補者として奮闘し、4割の得票を獲得する大検討をしました。投票日の出口調査によれば、 20代の得票では、相手候補を上回りました。若い世代と党との間に壁がないことは、高知県に限ったことではありません。昨年12月、NHK 政治マガジンがある大学教授による政党への感情を聞く意識調査、1800人の調査を紹介しました。共産党への感情温度を、 好きを100、嫌いを0として尋ねたものですが、20代、30代は、我が党の支持が比較的高い、60代、70代よりも高い数値となっています。若い世代には、党が十分知られてはいないものの、同時に拒否感も少ないことが現れています。3つ目に、国民のさまざまな戦いにおいても、 日本共産党を除く壁の崩壊によって、新たな変化が生まれています。労働運動のナショナルセンターを超えた共同が一歩ずつ進み、我が党も参加する統一行動が広がっています。連合系労組の幹部が公然と日本共産党の候補を応援し、我が党の幹部と一緒に連合の役員が並んで、野党統一候補の 勝利のための訴えを行うなどの光景が全国各地に生まれています。ジェンダー平等、気候変動の抑制をはじめ、さまざまな課題で自発的な市民動が起こり、わが党との信頼関係が生まれています。決議案でも述べましたが、1980年の社交合意によって築かれた日本共産党を除く壁は、わが党が 党建設でで前進する上での大きなな障害となりましたこの壁は、労働運動、平和運動をはじめ、国民の戦いにも分断をもたらし、職場や若い世代の党建設にとりわけ否定的な影響を与えました。しかし、今や壁は崩壊しました。市民と野党の共闘で政治を変える、新しい時代が始まり、その中で、 重要な役割を果たしている我が党に、これまでの枠を超えた広い層から、新たな期待と信頼が寄せられています。まさに今、日本共産党が、党建設で交代から前進に転じる、歴史的情勢が生まれているのであります。重要なことは、こうした歴史的情勢は、自動的に生まれたものではない、ということであります。日本共産党を除く、 壁が立ちはだかっていた時代にも、我が党の同志たちは国民と結びつき、各分野の切実な要求を実現するために不屈に戦いました。党建設の努力を永遠と続けてきました。そうした奮闘努力の積み重ねの上に、国民の戦いと相まって、今日の新しい情勢は切り開かれました。 今一つ、歴史的情勢は現在進行形であるということも重要だと思います。第一決議案で述べているように、また昨日の各党会派代表の挨拶でも示されたように、4年半前に始まった市民と野党の共闘は大きく前進し、今も発展中であります。その中で 安倍政治と厳しく対決するとともに共闘発展のために真剣に誠実に力を尽くす日本共産党への信頼は日々高まっています自ら開いたそして日々進行しているこの歴史的情勢を何としても党建設党政拡大での前進に実らせるために全党が心一つに奮闘しようではありませんか 決議案は、党建設で前進していく主体的力があることを明らかにし、我が党が他にはない潜在力、先駆的な力を持っていることに深い確信を持とうと呼びかけました。1960年代、70年代に入党した世代が、さまざまな社会的経験、党員としての蓄積を生かし、全党を牽引するかけがえのない 役割を果たしています大運動でも大会議案に励まされ、数年ぶり、十数年ぶりに党勢拡大に立ち上がり、結びつきで次々と赤旗読者を増やす党員が生まれるなど、この世代が元気に活動していることは、我が党にとって誇りであり、大きな力であります。2600人を超える地方議員が、日々、住民の利益を守って、 活動していることが国民の苦難軽減とともに党づくりの力とももに党りのの力なっていますこの間も多くの人々が我が党の地方議員の献身的活動に触れて共産党への見方が変わったと結びつき信頼を強め入党しています大運動の実践を通じて綱領一部改定案が党と国民との関係を 前進させるる大きなな力になることが共通した革新ととなっていますとりわけ若い世代の中では一部改定案が入党の決意を引き出す最大の力となっています資本主義を乗り越えてすべての人間の自由で全面的発展が可能となる未来社会を目指す考慮に感動して入党した学生気候変動の問題を資本主義というシステムの 根本的変革が問われる問題と位置づけた一部改定案に強く共感して入党を決意した若い農業者など、考慮一部改定案は、日本と世界の全途への展望を示す科学的文書として、若い世代の探求と響き合っています。保守層にも考慮の内容が伝われば、党への見方が大きく変わります。 一部改定案は、中国などに関わる誤解と偏見を解き、新鮮な共感に変える力を持っています。考慮一部改定案を力に、党と国民との関係を一層発展させ、党建設で何としても前進を切り開こうではありませんか。このように、客観的可能性においても、主体的力においても、今、党建設で前進に転じる条件は、 大いにあることを強調したいと思います。強く大きな党づくりは、今歴史的岐路を迎えています。一方では、現在日本社会で果たしている党の役割が果たせなくなるような危機に直面しています。しかし他方では、後退から前進へと転ずる大きな可能性が存在しています。この両面を深く捉えて、党づくりで 新たな躍進の時代を切り開くために、ご一緒に力を尽くそうではありませんか。次に、決議案第3章、党創立100周年までに野党連合政権と党躍進を実現する強大な党について報告します。決議案第3章で提起した党建設の5つの目標は 100周年に向けた新たな挑戦に喜びを感じる、これをやらなければ未来は開けないと大変歓迎され、正面から受け止められています。5つの目標に即して、支部の政策と計画、建築の総合計画を作ろうとの議論も始まっています。報告では、この目標の持つ意義について述べたいと思います。 第一に、5つの目標は、野党連合政権に道を開き、党躍進を実現するという、大使とロマンが込められた目標だということであります。第一決議案が提起した、市民と野党の共闘の発展と、日本共産党の躍進を勝ち取るという、日本の政治を変える2つの大仕事をやり抜くには、どうしても、 党の自力をつけなけななればなりません共闘勝利と党躍進を一体的に追求して戦った過去3回の国政選挙の最大の教訓は共闘勝利と党躍進の両方を勝ち取るには党の自力が足らないということでありましたとりわけ850万票15%以上の比例目標をやり抜くには少なくとも目標 一で掲げた党員拡大と新聞赤旗読者拡大を持続的な前進の軌道に乗せ第28回大会慈悲130%の党を作ることが絶対不可欠であります党綱領で掲げた民主的改革の課題をいよいよ現実のものとするためにどうしても必要な党建設の目標が5つの目標であります全党がその大使とロマンを胸に 奮闘しようではありませんか。第二に、世代的継承を軸に据え、党政を着実な前進に、前進の軌道に乗せる目標であります。決議案は、目標の2で、青年学生と労働者、30代、50代など、日本社会の現在とこれからを担う世代の中で、党をつくることに特別の力を注ぎ、 この世代で党政を倍加すること、同盟員の倍加を掲げている民政同盟の建設を、党と民政の共同の事業としてやり遂げること、そして目標の3で、空白の職場、地域、学園や、社会の様々な分野で活動する人たちの中に、党の支持を広げ、党を作ることを呼びかけました。この定期は、 我が党の現状から言えば、若い世代の中での党づくりが、党建設全体の成否を左右する死活的課題となっているという認識に立ってのものであります。世代的継承を成功させ、党建設で交代から前進に転じるという歴史的事業をやりきるならば、新たな自信と革新を全党にもたらすことになるでしょう。 850万票、15%の得票目標はもちろん、さらに、どの都道府県、どの自治体行政区でも10、10%以上の得票率を獲得するという新しい峰も見えてくるでしょう。そして、当面の野党連合政権と党躍進を勝ち取るだけでなく、未来にわたって社会変革を進める党への大きな転換点となるでしょう。 そうした長期的展望もを開く上でも、世代的継承を軸に据え、党創立100周年までに必ず党政を前進の軌道に乗せようというのが決議案の提起であります。第三に、党の両的前進と一体に、質的建設を抜本的に強めていく目標となっています。党建設の目標では、 4番目で、新入党員の成長が保障され、一人一人の初心、可能性が生きる党をつけること。5番目で、すべての党員が党綱領と科学的社会主義を学習し、誇りと確信を持って党を語れるようにすることを提起しました。党の現状は、党員数や赤旗読者数の交代とともに、原則的な支部活動や 党生活の乱れ、配達集金活動や、党機関財政の困難など、党の質的強化が求められている課題も少なくありません。また、市民と野党の共闘を成功させながら、日本共産党ならではの役割を発揮し、積極的支持者を広げ、党躍進を勝ち取るためには、党の理論的・政治的力を高めることがどうしても必要となります。 決議案が呼びかけた党・綱領の一大学習運動は、情勢を主導的に切り開き、開切り開く強く大きな党をつくる上で、要をなす課題となっています。今、質的建設を抜本的に強めてこそ、党建設の危機を打開し、我が党の政治任務を果たすことができる、このことを肝に銘じて奮闘しようではありませんか。 次に、決議案第4章、基本方針を堅持しつつ、党づくりの改革発展に挑戦をについて報告します。決議案第4章には、この内容をみんなで議論し、具体化すれば前進できると明るい気持ちになった。具体的にどう党建設を進めていくのか、これまで以上に発展させていて、 党建設への展望が持てたなど、積極的な受け止めが寄せられています。早速、支部会議で、それぞれの党員の趣味や参加しているサークル活動、さまざまな運動への参加が交流され、活発な議論になっています。支部の現状に向き合って、支部長や支部委員会を選出する、全員が話せる、 支部会議にする配達集金活動の分担高齢学習会の開催など決議案を生かした支部活動への前進が図られています発注層では中央としてこうすれば前進できるという出来上がった答えを持っているわけではない全党の皆さんと一緒に探求開拓する中で答えを見つけていきたいと述べましたが 先頭討論と大運動を経て、決議案第4章が、支部、地区、都道府県の探求開拓の確かな指針となることが明らかになっています。報告は、1つ、我が党の事業を若い世代に継承する課題をいかにしてやり遂げるか。2つ、支部と党員が持つ力を引き出す要である。 党期間の活動をいかに発展させるか、この二点に絞って、中央として全党の経験から学んだことを中心に行いたいと思います。まず、我が党の事業を若い世代に継承する課題をいかにやり遂げるかについて述べます。党建設の五つの目標で提起した、青年学生、労働者、三十代、五十代など、 日本社会の現在とこれからを担う世代の中で党を作ることに特別の力を注ぎ、この世代で党勢を倍化するという目標に向かって、前進を開始した党組織が生まれています。そこには、全党が学び、生かすべき貴重な教訓があります。一つは、多種多様な結びつきを生かして、若い世代を党に迎えていることであります。 決議案は、党員が持っている多種多彩多様な結びつきに光を当て、さらに新しい層や若い世代の中に結びつきを広げることを励まし合おうと提起しました。若い世代から多くの党員を迎えているところでは、党員や支部グループの持つ多種多彩な結びつきが出発点となっています。埼玉、埼玉地区委員会は、 発注総後の地区委員会総会で、地区委員長から50代以下の倍化で1000人、20代以下は3倍化を目指すことを次の総合計画に具体化したいと提起しました。支部が持つ対象者の中で、50代以下に目が向くようになり、大運動で迎えた32人の入党者のうち、14人が50代以下となっています。 入党した人は、無農薬野菜を作る会の結びつき、労働組合の役員、元市議の学童指導員時代のつながり、党員の近所づきあいや兄弟などで、まさに一人一人の結びつきと、参加している自主的活動がから党に迎えています。しかも、こうした結びつきが、現在の我が党の主力となっている、 ベテランのの党員の活動から生ままれていいることとも重要だと思います東京のある地区委員会では、各市委員会に地方議員などによる青年学生担当を配置したことを力に、昨年春の時点では、民生同盟員1人だった大学で、8人の同盟員、4人の党員を迎え、民生班と党支部を結成しました。 その最初のきっかけは、40代の市議が、子どもの貧困への支援活動で、学生たちと結びつき、赤旗読者になってもらい、一人の学生党員を迎えたことでありました。その後、新刊でも民生への加盟が広がり、民生班を結成、学習と成長を支える中で、5月に党支部を結成しました。さらに参議院選挙では、 学生党員が社会は変えられる、政治は自分たちのためにあると学生に支持を訴えるようになり、共産党に好意的だった学生を次々民生に迎えています。その最初のきっかけは市議がボランティア活動で学生と結びついたこと。これが出発点でした。この間、インターネットや SNS でつながった若い世代が地域職場学園の 党党組織と結びついいてて入党しています中央としても、新聞赤旗電子版無料お試しキャンペーンなど、新しい努力を始めていますが、ネットを活用して結びつきを広げる努力をさらに発展させていきたいと思います。2つは、党員拡大の在り方を変える努力が、若い世代を迎える力となっていることです。 決議案は、綱領と規約から離れた党員拡大の在り方を改善し、支部が主役に徹して、共に学び、共に成長する姿勢で働きかけることを強調しました。この方向での努力が、さまざまな結びつきを生かし、若い世代を党に迎える力ともなっています。青森県委員会は、これまでの党員拡大が、 すぐに入りそうな人だけ、考慮は渡しておけばいいという拡大だったことを真剣に反省し、2回、3回、4回と働きかけて、党に迎える努力を強める中で、大運動で入党された33人中17人が50代以下となっています。ある病院党組織では、参議院選挙で選挙に行かなかった。 誰に入れたらいいか分からなかったという職員が多数いたことを衝撃的に受け止め、党に迎えたい人を各支部で出し合うと50人に上り、身に集いを開いて入党を働きかけました。入党の呼びかけは1回で終わりにせず、働きかけた内容を共有し、次はこういう話をしようと繰り返し働きかけて、大運動では30代、40代の3人を 迎えています大阪・木津川南地区委員会は、かつて、入党の基準を曖昧にした党員拡大によって、迎えた入党者の多くが離党になり、支部にさまざまな困難を背負わせたことへの深い反省に立って、規約通りの支部が主役の党作りに一貫して努力し、全大会以降、5割を超える支部が 入党者を迎えました地区は、支部で対象者を出し合い、支部が働きかけること、公領と規約を認めること、4つの大切を理解し、納得してもらうこと、日刊誌公読の位置づけを強めることなどにこだわって、党員拡大を進め、党機関の側に、支部が主役の党員拡大とは言えない弱点があったときには、 機関としての反省を述べて、支部と話し合って解決するようにしています。大運動では、第二決議案を実践し、断られたら終わり、働きかけたら嫌われる、などのためらいを乗り越える支部への援助を重視し、この地区では12月、全大会後、当院を迎えていなかった4つの支部が、新たに入党者を迎え、9人中5人が50代以下になっています。 3つは、若い党員の成長が、同世代での党作り、党活動に活路を開いているということであります。決議案は、一人一人の党員の初心と可能性が生きる党になろうと呼びかけ、支部と党機関が協力して、若い世代の成長と活動の場を保障することの重要性を強調しました。この方向で努力し、 若いい世代のの中での党作りに実った経験も生ままれています千葉中部地区委員会、千葉市緑区の党組織では、2015年の市議選で若い市議が当選しましたが、それを前後して、30代、40代の若い世代を対象とした講演会を作り、カフェなどでの市政報告会、バーベキューなどで、 結びつきを広げ50代以下が7人入党しています入党者から地方議員に立候補した同志も生まれています。ある支部では、50代以下の支部員が35%になり、支部の主役となって、日刊紙の配達を担っています。支部会議は、労働者や若い世代は日曜日に半会議を持ち、ネットを使って、 日常的な連絡、連帯網を築いています。三重南部地区委員会は、30代後半から49歳の党員を対象にした、真ん中世代党員会議を3年間継続して開催してきました。高齢と科学的社会主義、大会決定など、毎回の学習を通じて、成長した党員が集いに取り組み、 仕事で悩んでいる幼なじみ、学生時代にいじめにやっていた同級生などに働きかけ、6人を党に迎えるとともに、それぞれが、地区委員、支部員、そして国民運動団体の若手幹部などとなって、力を発揮しています。紹介した、これらの経験は、決議案第4章の方向で奮闘し、今持っている党の主体的力が発揮されるなら、 若い世代に働きかけ、若い世代に党をつくることは可能であることを示していると思います。この後の討論でも、探求と開拓を交流し、学び合い、我が党の授業を若い世代に継承する仕事を、全党の力で必ず成功させようではありませんか。次に 支部と党員の持つ力を引き出す要、党機関の活動をいかに発展させるかについて述べます。決議案は、我が党の持つ主体的な力を引き出していくには、党機関の活動の重点を、支部の援助に置き、政策と計画を持った支部が主役の党活動を広げ、すべての支部、すべての党員が自覚的に参加する 活動くっていくことが必要であるそのための系統的努力ができるように、党機関の活動の刷新と体制強化を図ることが不可欠であるとしています。どのようにして、すべての支部と党員の力を引き出せる党機関を作り上げるのか、そのための党機関の体制強化をどのようにして行うかは、全国共通の課題であり、 悩みでもありますこれらを打開していく上で、地区委員会の活動のと体制を強化している、全国の経験に学んで、3つのことを強調したいと思います。第一は、リスペクトの姿勢を大切に、チームワークの力を発揮することであります。京都・北地区委員会は、非常勤の常任員を増やし、 支部指導や専門部活動を中断させない体制を作っています。16年末に5人だった常任委員を9人に増やしましたが、ここでは3人のベテランの女性が非常勤の常任委員を引き受け、行政区を担当しています。この3人の方は、教員、大企業勤務、女性運動などでの経験も活かして、 丁寧な援助に力を発揮し、地域支部から大変歓迎されていると聞きました。常勤の地区委員長と副委員長は、職場支部や青年学生への援助を選挙中も中断することなく行い、ベテランと若手の地区委員、支部が力を合わせて世代的継承の努力を強め、全大会後14人の青年学生と29人の労働者を 党に迎えていますここでは、3年前に7割台だった党費納入率は、19年参議院選挙では8割台に、現在は9割に前進していると伺いました。大阪・北福島地区委員会は、前党大会後、退職党員の転籍は、党員が増えることと同等に大切なこと。 と位置づけ、系統的に取り組み、45人の退職党員が居住地域に転籍しました。地区で転籍推進チームを立ち上げ、退職党員の在職時代の党活動に敬意を持って話し合い、その思いや不安に耳を傾け、地域支部への紹介状を作るなど、転籍する党員の 状況をを事前に伝えるる努力もししししててて安心転席できるよう手立てを尽くしましたこうした努力によって、地域支部で転籍した退職党員が役割を発揮し始めるとともに、職場支部の現役労働者の中での活動が強まって、連合系の職場の中に党をつくる活動に粘り強く取り組んでいます。地区委員会の 主体的な力がどこにあるか、よく討議し、リスペクトの姿勢を大切にして、常勤と非常勤、ベテランと若い世代など、党が持つあらゆる力を結集し、地区委員会と支部の活動を強化していくことは、党建設で交代から前進に転じる鍵を担っていると思います。党綱領実現を目指す大使とロマンのもとに、みんなの多様な力が、 生生き生きと発揮される日本共産党らしいワンチームを作り上げようではありませんか 2> <手>第2は政策と計画を持ち要求活動や党勢拡大に自覚的に取り組む支部を広げる努力を支部が主役の活動を広げる努力を貫くことであります名古屋北西地区委員会は 支部が国民の願いに応える活動や、統制拡大に取り組むことにこだわって支部を援助し、9割を超える支部が政策と計画を持っています。6年ほど前まで、地区内の職場支部で週1回支部会議を開く支部は5%でしたが、現在は13%が週1回、8割以上の職場支部が月1回以上の 会議を定例化しています地域支部では、支部長会議への結集が強まり、集いの開催が広がり、結びつきを生かした赤旗の新規読者の拡大も増えています。この地区が大事にしていることは、とにかく支部会議に足を運び、それぞれの支部の問題意識やエネルギーを引き出して、これをやろうということを確認し、 そそれを応援すすることだそうです地区委員長の同志は、政策と計画に基づく活動を通じて、職場や地域での党支部の存在意義を当院が実感し、生き生きと活動するようになってくると語っています。し、直面する課題を曖昧にしないでやりつつ、同時にいかにして法則的な活動を貫いて、 支部が主役の活動をうまず絶えまず広げていくか、これは全国の党機関が探求しているテーマだと思います。都道府県、地区委員会が、支部が主役の活動を広げる、法則的努力を貫けるように、中央委員会として、決議案が示した指導改革を必ずやり抜く決意であります。第3は、ジェンダー平等の立場に立って、積極的に 女性幹部を増やし、意思決定の場に女性の参加を高めることであります。ジェンダー平等の立場で女性幹部を増やすことは、女性に対し男性と同等の権利と機会を保障し、平等な地位をもって組織の運動と活動に責任を果たそうというものであります。女性も男性も、多様な性を持つ人々も、 平等に尊厳を持って、自らの力を存分に発揮できる党をつくろうではありませんか。現在、党員の女性比率は49.0%ですが、地区役員の女性比率は28.7%、都道府県役員の女性比率は27.1%、中央役員の女性比率は となっていま県、地区の常任委員に一人も女性がいない登記官も残されています。これまでも女性幹部を増やす努力はしてきたものの、現状はなお大きな弱点となっていると言わなければなりません。女性が介護・育児などの多くを担っているという、 社会的状況の改善を図りつつ、党として女性幹部を増やし、女性が力を発揮できる党機関へと活動改善を進めましょう。女性幹部を増やし、意思決定の場に女性の参加を高めている党組織では、結果として、党の持つ力が全面的に生き生きと発揮される経験も生まれています。 結果としてというのが大事です。何々のために女性幹部を増やすというのではなくて、女性幹部を増やすこと自身が女性の権利と機会を保障することになる。これ自体が大事だということではないでしょうか。女性幹部の比率を抜本的に高め、みんなが知恵と力を発揮できる党機関を作ろうではありませんか。ジェンダー平等社会を目指す党として、世界の到達、 様々な運動の到達に学び、この面からも党活動の自己改革を図ろうではありませんか。同志の皆さん、党大会に向かう全党討論と大運動では、経験豊かなベテラン党員の奮起も、若い世代の新鮮な意欲も広がって、決議案に基づいて、全党が新しい挑戦に 踏み出しましまた我が党が持つすべての力、公領と規約で結ばれた全世代の力を一つに集め、党建設で新たな躍進の時代を切り開き、党創立100周年を迎えようではありませんか。活発な討論を呼びかけて、報告を終わります。